Thank you.
の土地に入ったらすぐにお呼びがかかるだろうと思って、私ったらずーっと待っていたのだわ。なのに私の若木と来たらちっとも呼んでくれないの。バカ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 白状者。あれ、何様？可愛いピクシーと契約しているんだね。少し小さい頃の君を思い出すかな。どうしたんだい？でもさっきの熱烈な呼び声はちょっとすごく悪くなかったのだわ。仕方がないから、あなたの美しい枝が力を貸してあげる。あら、久しぶりね、マルドフィルのペオウル。まったく、あなたたちの遊びときたら相変わらずぐる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 同じなのね。あれは私と契約した人よ。いくらこの里に留めてもあなたたちのものにはならないわ。へー、ちょっともダメ？連れている人ならいいでしょ。ダメったらダメ。彼らがどこまで進むか見るのが私の楽しみなの。聞き分けがないと、あの人のカバンの中身をこの可愛い街にぶちまけてやるのだわ。冷たくて硬い鉄とか、よくわからない入れっぱなしの何かとか、それはもう大変なことになるんですからね。わかったよ。その代わり、ウリエンジェに会いに行く間、双子だけは遊び相手に残していっておくれ。ええ、そう約束してくれたら惑わしの術を解いてあげる。そういうことなら仕方がないね。私たちはここに留まっているから、ひとまずは他のみんなで彼に会いに行ってくれ。約束よ。じゃあ、あなたたちにもフィルニックが見えるようにしてあげる。ミフィリア、そっちはどうだ？うん、大丈夫。ちゃんと思い出せたみたい。手間をかけてすまなかった。これで俺もミンフィリアも道案内の役目が果たせそうだ。あなたの枝は素敵でしょ。また困ったことがあったら頼るといいのだわ。Thank you.
Thank you.
ウリエンジェ、いるんだろう。英雄なき世界に、そは来たれり。ここへも、そのうち訪れるだろうとは、水晶校から連絡を受けていましたが、これほど早いとは。大変ご無沙汰しておりました。お変わりないようで何よりです。お前は少し席を外してるんだ。でも、そのソイルにいつも通り魔力を込めておいてほしい。頼めるな。他の暁にはすでにお会いに。なるほど、そういった経緯が。アルフィノ様とアリゼー様もこちらにいらしているのですね。しかし、オオツミクイやユーロモアとの戦いがそれほど本格的に動き始めていようとは。なれば私も改めてお伝えせねばなりません。こたびの始まり、次元の狭間で垣間見し第八霊祭のことを。水晶校に呼ばれ、第一世界へと渡る途中、あの時間さえも定かでない空間で、私はそれを見ました。原初世界におけるガレマール帝国とエオルゼア東方連合の戦い。私の見た未来においては、暁も欠けることなく参戦し、エオルゼア陣営が辛くも優勢になり始めていました。しかし、その戦況が帝国に禁忌の策を取らせた。毒ガス兵器黒バラが投入されたのです。問題はその威力でした。使用された黒バラは帝国の予想すらはるかに上回る威力を発揮。エオルゼアのみならず帝国領をも蝕んだ。戦場に集っていた兵や名手たち、周辺地域で暮らしていた無垢の民、あまりに多くのものが亡くなり、世は混迷を極めました。加えて、黒バラの撒き散らした死は、爆心地を中心に世界の環境を変えていったのです。人々は混乱と変化の中で生き残るために剣を取らざるを得なかった。誰のせい、などと言えるものではありません。ただ、枯れ草に火を投げ込んだかのように、戦火は瞬く間に世界全土に広がった。諌めるべき国はもはや機能をせず、正そうとする勇気と力のある者は、
あなたもまたしかり、死の兵器によって世界から去っていたのです。黒バラの使用に起因する終わりなき戦争の時代、それが私の見た第八霊祭です。私たちは必ずやあの悲劇を防がねばならない。そのためにこちらの世界で活動を続けてきて、とても重大な真実をつかむことができました。一体なぜ黒バラの力があれほど膨れ上がったのか、その謎が解けたのです。こちらへ。さて、この図は何でしょう。はい、原初世界においてエーテル学や魔法学には欠かせない六族相関図を模写したものです。この図にもある通り、世界は6つの属性の他に2つの極性で構成されています。活発を意味する正極性と鎮静を意味する霊極性です。となれば、元を同じくする第一世界も当然同じ要素で構成されているはずなのですが、こちらでは極性という言葉が使われていないのです。では生と霊にあたる力を何と呼んでいるのか、それが全ての答えでした。正極性の力、活発と発展を司るもの、多くの色が重なると黒になるように、彼らはそれを闇と呼んでいます。霊極性の力、鎮静と停滞を司るもの、何にも染められる前の白、凪と平穏の象徴、それが光と呼ばれるものなのです。アシエンも自分たちの力を闇と言っていた。だとすれば、そちらの方がより古い定義、本来の呼び方なのかもしれない。その前提のもと、原初世界で起きていたことを見直すと、辻褄が合うのです。原初世界の各地で起きていたエーテルの枯渇は、光の停滞の力が第一世界から流れ込み始めたことで循環に異変が生じた結果、そして黒バラもまたアルフィノ様によれば、エーテルの流れを強制的に止める兵器とのこと。そのようなものが使用されると同時に、停滞の力を帯びた第一世界が統合されたとしたら。想定なんて遥かに超えて大災害を巻き起こす霊災だな。さて、ウリエンジェ大先生のおかげで裏付けも取れた。俺たちのやるべきことは変わらない。ここイルメグの大罪杭を討伐して
忌むべき未来を回避するため一歩前進するぞ。大罪杭の居場所について調べは？湖の中央に見えるリエーギア城、大罪杭はそこに幽閉されているようです。城に入るには封印を施したピクシーたちに協力してもらわねばなりません。その手立てについても心当たりがございます。これよりは私ウリエンジェも共に参りましょう。あの悲しき光景を二度と見ぬために。